はい、だんだんどうもガオチューでございます。ちょっとした路地から始まりました。まあめった通らない道なんですけど、まあちょっとした近道かなって感じです。近道にもなってねえか。そんなところからですが、そうですね、最近じゃないや、まあ私から見れば最近ここ、1、2年の話ですけど、煽り運転ってのがね、世の中にぎわせてますけど、まあ昔もなかったわけではなく、ありましたよ、煽り運転。ただね、まあ、今みたいにインターネットが普及して、ほんでこうやって YouTube にね、気軽に動画上げられるっていう環境がなかったので、まあそんなにね、もうニュースになるとか、新聞に載るとかっていうのはなかったですね、私が若い頃。で、なんだろうな、まあ、その原因となるのが、煽り運転の原因っていうのはやっぱり、なんだろうな、まあ、煽る側からすれば、俺は早く行きたいんだとかね、ちょっとこいつ気に食わねえから、変に、俺の前で急ブレーキ踏んで、気に食わねえからとかね。まあそんな理由でやってるんかなって思いますけど、どうなんでしょう、正直なとこね。まあニュースになってるのは、とある薬をね飲んでハイな気分になったのかどうか分かりませんが、そういった人もいるし、あとは何だろうな、分かんねえ自分がそういうのをあんまりね、あんまりっていうか全然、関係ないって思ってると思い浮かばないな。何なんでしょうね、原因はね。まあたまにね、何だろう、こういう今17号走ってますけど、こういう60キロ法定速度60キロっていうところを30、40で走っていら、前の方を走ってられると、まあ多少イラつくっていうことはないことはない、特にそいつがね先頭になって渋滞を起こしてて、なんでだろうなと思って遠くを見ると、遅い車がいる。そういう時にね、多少その、イラつくというか、もうちょっと早く行ってくんねえかなっていうことはありますけど、まあ渋滞でずらーって並んでると、ああみんな同じ思いしてんだなっていうそれで終わっちゃうんですけどね。まあただ流れ作ってほしいなっていうそんな、ね、願いはいつも思ってます。まあそういった中で、そういった中でじゃないですけど、煽り運転ね、やんない方がいいですし、でそのきっかけも作りたくはないなっていう、そういう考えですね。なのでこう前の車とは、まあ、15メーター、20メーターぐらい、こうスピードにもよりますけどね、こう距離を置いて走る、あと信号待ちの時でも、なるべくその前の車には近くならないように、止まるんですけど、だいたいそうですね、目線で行くと、まあ、これは
なんだろう、身長にもよりますし車種にもよるんですけど、大体間隔としては 1.2 メーターか 1.5 メーターぐらいかな、近寄っても1メーター、そんな感覚ですね。でこれ今青になっちゃったな。まあそうだな、見た感覚で言ってどういう視野かというと、どういう目線かっていうと、このくらいですかね。もうちょい近づいた方が良かったかな。こういう、なんだろう、軽のワンボックスじゃねえや、ワゴンタイプ、だったら、まあ、このワゴン R だったら、あのワイパーのところと、ワイパーと前の車の、あのタイヤ、後ろタイヤの接地面、あの道路に、ね、設置してるそのラインを重ねるぐらい。そうだな、性能ちょっとね、私より座高の低い方、多分今のカメラ目線でいくと、このワイパーと、ワゴン R だったらこのワイパーと、前の車のバンパーの下のラインを合わせるくらいかな。そのぐらいが俺はあのベストだと思ってますね。あの前の車にあまりあの変な感情を持たせないというか、イラつかせない、不安がらせない、不安を持たせないか、そんな感じ。あ、ちょっと止まってくれた。そうですね、このぐらいのライン、あ、ちょっと行き過ぎた。まあでもこのぐらいかな。今私の目線で行くと、ワイパーと前の車のバンパーの一番下のラインが重なってるぐらいなんですよ。これで多分 1.5 メーターぐらい離れてるはずです。まあそのぐらいがベストかなーなんて自分の中では思ってます。まあ上り坂下り坂、必ずそのぐらいかな。あ、でも上り坂の時はもうちょっと離れるかな。それこそあのこのワイパーのライン、ワイパーの上のラインと前の車のタイヤの接地ラインかなにちょっと隙間があるぐらい、だから距離で行くと2メーターぐらいになるのかな。そのぐらいの間隔を空けてますね。まあ、特にこいつは前の車はマニュアルかなって思った時はちょっと後ろに下がります。ちょっと後ろに多めに下がりますね。オートマって分かってれば、まあ今ぐらいのそのこいつだとワイパーと前の車のバンパーの下ライン、もしくはタイヤの接地ライン、ぐらいかな。 G のでいけばフロントのボンネットのラインと車の前の車のタイヤの接地ラインか、もしくはバンパーの下ライン、下のラインが重なる程度、このぐらいが一番いいんじゃないかななんて私は思ってます。離れすぎだよっていう人もいるかもしれませんが、まあまあそこら辺はね、煽りと勘違いされるのも嫌だし、こっちもね、煽ってる雰囲気は出したくないし、そんなところですね。はい、まあ教習所でも多分似たような教え方だったような気もしますけど、昔はね、今は知らないよ今の教習所の教官は知らないよ
けど昔はそういう風に教えられて、でましてあのなんだろう、教習者がでかかったんで、セドリックの、うん、でっかいやつだったんで、うん、だからってのもあって、その前の車との車間は十分に話しなさいっていう、まあ、そんな教えでしたね。はい、はい、そんなところで暗くなってきたんで、カメラのが映像も悪くなってきたかな、うん、もしかしたらこいつはボツになるかもしれないですけど、はい、そんなんで、今回のお話は、あ、まあ、煽られないように、うん、煽りと勘違いされないようにするにはというようなのは、まあ、一例ですね。こんな風にすれば大丈夫なんじゃないのみたいな、まあ、私はこうやってますよ、うん、まあ煽られたら逃げるが勝ち。ちょっとね、あの周りを見つつ逃げるが勝ち、うん、煽られたらね、逃げ場を失うと困りますけどね、高速道路とか、高速道路でもね、逃げ場作られればいいんですけど、なかなかああいうとこって難しいんですよね。こういう一般道だったら脇道もいっぱいあるし、コンビニとかね、そういう人のいるところ、何かしらの駐車場は脇にあるわけで、そういうところにパッと逃げられれば逃げた方がいいんじゃないかなと思います。まあ煽る側で一般道で街中ってのはあんまりやらないと思いますけどね、うん、人目があるから。台風ってだいたい人目の少ないところでやるのが、常套手段のような気がしますんで、なるべくそういうとこ行ったら気をつける、でなるべく人気の多いところを走る。うん、これがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回はちょっと話のがあっちへそれたりこっちへそれたりしたとは思いますが、前の車との車間距離はこれぐらい、煽られないような運転、煽られたら逃げる。ということで話をまとめようかと。まとまってねえけど、そんな感じですね。はい、ということで、うん、ちょろっと話してみました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ガオチューでした。あ、ちなみに今回ワゴン R でした。では失礼します。